こんにちは。元プロバスケットボール選手の堀田大輝です。今回はドリブルの基礎バックチェンジについて解説していきたいと思います。バックチェンジとはこのように自分の後ろでドリブルチェンジすることを言います。フロントチェンジの後ろバージョンです。ドライブで相手を抜くときはもちろんボール運びなどドリブルをキープしながらボールを運ぶときにも使います。バックチェンジはフロントチェンジができてないとかなり難しいスキルになるので、まだフロントチェンジができてない方はこちらをご覧ください。今回の内容は1つ目バックチェンジの正しい基本姿勢、2つ目バックチェンジの基礎、3つ目バックチェンジの練習方法、4つ目試合で使えるバックチェンジです。それではやっていきましょう。バックチェンジの正しい基本姿勢、まずパワースタンスの姿勢をとります。今から悪い例をやってみます。ドリブルを遠くについてしまい、自分の体重がかかとに乗ってしまっています。かかと重心になってしまうと頭が自分の膝よりも後ろになってしまい、お腹が突き出てしまいます。かかと重心でバックチェンジ自体ができていたとしても次の動作にスムーズに入れないので、絶対にディフェンスを抜けることはできません。人間の体の中で一番重たいのは頭です。頭がある方に動くのはすぐにできるけど、頭がない方に動こうと思ってもすぐには動けません。かかと重心になって頭が後ろに行かないようにしっかりとパワースタンスを意識しましょう。バックチェンジの基礎、フロントチェンジは体の前でドリブルチェンジをしましたが、これができるようになればバックチェンジも簡単にできます。フロントチェンジのポイントを意識して同じように後ろでつきます。バックチェンジは横向きのドリブルなので、手も横向き、足と足の間、お尻の真下にボールが来るようにチェンジ、同じ場所につくことを意識しましょう。フロントチェンジとは一つだけ違うところがあります。フロントチェンジではボールを転がすようにドリブルをつきましたが、バックチェンジではボールが視野に入っていないので、転がすようにつくと本当に転がっていってしまいます。イメージとしては足と足の真ん中の真下につくイメージでやっていきます。そうすると上がってきた時に迎えている腕の中に収まってくれます。横に転がすように流しすぎるとそのまま手に返ってこずターンオーバーになる可能性があります。真下に強くついてしっかり腕の中に返ってくるようにしましょう。バックチェンジの練習方法、レベル1、体の後ろでボールを左手から右手に渡してキャッチを繰り返します。この時にボールを離す瞬間にお尻をタッチします。そうすることでボールが手から離れている時間が短くなるので、コントロールミスが少なくなります。レベル2、体の後ろで左手でドリブルをついて右手でキャッチ、次は右手でドリブルをついて左手でキャッチ、これを繰り返していきます。レベル3、左手でドリブルチェンジしてキャッチせずに右手でドリブルを維持したままチェンジ、これを繰り返していきます。ボールはできるだけ自分の近くでコントロールできるように練習してみましょう。レベル4、ドリブルはなしで連続チェンジしていきます。バックチェンジの正しい基本姿勢でも解説しましたが、体から離れたところでボールをついてしまうと重心がこのように後ろになってしまうので、パワースタンスをしっかりして近くでボールをつくようにしましょう。
10回連続でチェンジに挑戦してみましょう。試合で使えるバックチェンジ。さっきまでのバックチェンジはずっとパワースタンスのままでした。実はパワースタンスのままでバックチェンジができるようになっても試合では使えません。運動会のかけっこの時を想像してみてください。よーいでみんな足を一歩後ろに引きますよね。これと同じでこれから前に進むぞ、ディフェンスをよくぞという時は足を一歩引いておかなければなりません。そのための練習をしていきます。左手でドリブル、チェンジした瞬間に斜めチョキの足にしてディフェンスを抜きます。ドリブルしてチェンジ、斜めチョキ、逆もやってみます。チェンジ、斜めチョキ。このチェンジした瞬間に斜めチョキの足にすることをドロップと言います。左手でドリブル、バックチェンジ、ドロップで、ボールを持っていない方の足を引きます。引いた足を使ってしっかり地面を蹴ることで力を貯めることができて、ドライブでそのまま力を使うことができます。パワースタンスのままバックチェンジをしてドライブでディフェンスを抜こうと思っても勢いがないので抜けません。ドロップを入れるだけで爆発力のあるドライブにつなげることができます。どんな状況でも自分が攻めの姿勢の時には斜めチョキの足は絶対に入ってきます。試合中に使えるバックチェンジを習得するためにもバックチェンジとセットでドロップが自然とできるように練習していきましょう。はい、いかがでしたでしょうか。今回はドリブルの基礎、バックチェンジについて解説しました。ただできるだけじゃなくて試合でも使えるように頑張っていきましょう。この動画が少しでも参考になったという方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではね、バイバイ。